リシャルト・カチョロフスキ、1919年11月26日から2010年4月10日は、ポーランドの政治家。1989年から1990年にかけて、ポーランド亡命政府の大統領を務めた。2009年、カティンの森の墓地で1919 19年11月26日、ビャウィストクに生まれた。父は、シュラフタのバツワフ、母はヤドイが、 商業学校を卒業後、地元のボーイスカウト協会でインストラクターをした。ポーランド侵攻で第二次世界大戦の火蓋が切られると、そ1940年に内務人民委員部から逮捕され死刑判決を下されたものの、後にコルイマ強制収容所での懲役10年に減刑された。1941年のシコルスキーマイスキー協定で釈放され、 ブワィスワフ・アンデルス将軍機下の陸軍に入隊。ソ連での戦いが終結すると、第3カルパティアライフル師団に配属され、師団の中東教育を収めた。ポーランド第2軍団で、モンテカシーノの戦いなどに従軍した。終戦後はイギリスに亡命し国際貿易を収め、会計士をやっていた。1955年から1967年まで、 亡命ポーランド人スカウト連盟の会長、後に総裁を務めた。1957年の世界スカウトジャンボリーでは、ポーランド代表団の団長を務めた。一方、亡命議会であるポーランド国民評議会で評議員を務めるなど、政治サークルにも積極的に参画し、1986年には、亡命政府の住宅問題担当省に就任した。 1988年1月には亡命政府大統領のカジミエシュ・サバトから後継者に指名された。サバトは翌年7月19日に死去し亡命政府の最高法規である1935年のポーランド4月憲法に基づきカチョロフスキが大統領に就任した。大統領就任後、本国ポーランドはソ連権からの自主独立を達成し、レフ・バウェンサが 第二次大戦後初めて民主的に大統領に選出された。1990年12月22日のバウェンサ大統領就任式でカチョロフスキは国事を引き渡し亡命政府の正当性と第三共和制への引き継ぎをバウェンサと共に承認した。これによってカチョロフスキは職を辞しポーランド亡命政府の45年の歴史に終止符が打たれた。 晩年は、ロンドンで暮らし、妻カロリーナとの間に、ヤドウイガとアリツヤの辞女を設けた。ヤドウイガ・カチョロフスカは、ゼノンとバンダの西を、アリツヤ・ヤンコフスカは、リシャルト、マルツイン、クリスティーナの3つ子をそれぞれ授かった。ポーランドにも、頻繁に訪れた。国内法では元大統領と規定されたため、大統領年金や政府護衛局による護衛、それに、事務所を与えられた。 スータの社会系、歴史系組織の名誉会長や、ワルシャワ、グダニスク、クディニャ、キエルゼ、クラックフ、オポーレ、ゼロナグラ、そしてふるさとのベアウィストクなど、国内のおよそ30都市の名誉市民になった。引退後もカチョロフスキは、公職に就くことはなかったが、1994年11月に、バルデマル・パブラク首相がカチョロフスキの国防省就任を、 バウエンサ大統領に打診したと報じられた。政治活動にも一切参加しなかった。2004年11月9日には、イギリスにおける亡命ポーランド人コミュニティと、その子孫たちの生活に対する波外れた貢献により、エリザベス2世から聖マイケル、聖ジョージ勲章を受訓した。ワルシャワのベルベデル宮殿に安置されたカチョロフスキの、ひつカチョロフスキは、2010年4月10日の、 ポーランド空軍つマイナス154墜落事故で、レフカチンスキ大統領夫妻らと共に死亡した。葬儀は他の犠牲者らと共に4月10日ありがとうございます。